じゃあということで、はい、今日はメンゲリオンさんにクレーンゲームをやってもらいます。本当にいいんですか私。どうぞ。普段あんまりやらないですね、まあ、昔はねちょっとやってたけど。でももう私も生まれる前だから。そうだね、もう3年2年半くらい、ほぼやってないということで、まあ、そんな人でもね実際こういった景品が取れるのかどうかっていうのね、はい、僕がレクチャーしながらやっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まず、はい、これなんですけど、真ん中でちょっと手前側、あ、そうですね、その辺を持ってもらえればいいんじゃなかろうか。はいはいはい、いや、いいと思いますね。それで手前に、はい、OK ですね。あ、パワーはあるんで。いや、なんかこうなるとかっていうさ、予想がマジでできんのね。これ、バー手前で、はい、真ん中でいいです、また。バー手前で真ん中。あ、ちょっとバーの、あ、でも、いやでも大丈夫です、大丈夫。はい、こんな感じでね。まあ、僕がね、レクチャーがいいっていうことで、はい。はい、ということで、アイラビレイ、アスカか、ごめんごめん、アスカね。アスカゲット200円。はい。さすがですね。じゃあ次、このままこっち行ってみますか。はい。じゃあお願いします。多分ね、やり方は一緒でいいと思います。はい。どうですか、久々にフィギュアを撮った感想は。まあね、これの配信で撮ってて。それ あれがもうほんとめちゃめちゃ久々だから。そうだよね、久しぶりです。いつも見学スタイルなの。見学スタイル、 あれもいや OK です、 OK です、大丈夫、 OK です。でもなんとしたら、うん、ちょっと右を寄せましょう。ちょっと右を寄せる、うん、でもほぼほぼ真ん中ぐらいでいいです。どうでしょうか。いや、いいんじゃないですか。あ、またバーに刺さってしまった。いやでも大丈夫大丈夫。あ、いけるんですね。ムチコもムチコも笑顔です。今度こそ、あやなみれい。はい、あやなみれいゲットです。これ今2個でいくらですか。でも400円。安っ。ということで、次行ってみましょう。ということで、これはバー奥、はい、左寄せ、はい、がっつりバー奥、あ、バー奥ですね、ごめんなさい、奥側でした、すいません、僕の。あ、バー奥ってそういうこと。そうっすね、両方奥だった。そうっすね。あ、でもこれで手前に乗せたいんで、右寄せでバー内側の奥側、うん、右奥を、あ、てか奥を左手前に振る感じ、右がっつり寄せのバーの内側で、ああ、そうです、完璧だと思う。入れば、入った、はい、よいよいよい、これで、はい、で、こうしたらコッシーさん出てきた。コッシーさんでした。したら、ちょっとだけ左側、まあ、右寄せで、うん、掴んで手前に乗せてあげるイメージですね、うん、右寄せで。そうですね、もうちょい左でもよかったかもしれんけど、まあ、悪くはないかな。ああ、そう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 、 OK です。大丈夫？ OK です、 OK です、 大丈夫です。あとは、真ん中、まず真ん中、真ん中、真ん中で、シュン、これシュン、あ、そうシュン、あ、オッケーオッケーオッケー。擬音の共有でした。多分奥に転がれば、うぃーで、僕が下調べしたやつがね、まあ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 、仲良く一個ずつ、はい、ゲットです。はい、ということで、ごめんぎりさん、一番ここの店で気になってる、欲しいと言ってたエアリアル、大好き、じゃあお願いします。まあ、これはね、まあ、ちょっと運要素もあるんでね、もう、あの、簡単なことです。あの、リングにこの輪っかを、こちらをぶち込んでいただければ OK です。なんか、あの、外側と内側どっちがいいよみたいなことは多分ないですね。あ、もう入れば、まあ、そうですね、僕の予想的には左側がなんかいけそうな気がする。行き過ぎましたね。それは行き過ぎてるかもしれないですね。ちょっと完全に行き過ぎたので、いなかったことにしてください。あ、 OK です。 OK です。あ、いなかったことにしてください。いなかったことにしてください。そう、でも1手目は必ず、距離感間違えちゃう。ああ、そう、約束言い訳ですか。ええ、ありがとうございます。スピードにちょっと慣れなくて。ああ、そういうことだそうです。多分なんかそこだといい感じに、あの、こういうことです。なんかいけそうな気がしない、こっちの方。うん、惜しい。もうちょっと手前。ちなみにこの中でどの味が、はい、お、来た、ごめん、行ったっぽいよ。来た、ちょっと話聞いちゃったけど、うん、早い。いや、これちょっとクレンゲリオン、改め嫁ンゲリオンのチャンネルに変えた方がいいかもしれないですね、これ。ちなみに私の
私はこの2つです、はい、あーたらこバター確かに前回なかったよね。なかった。これめっちゃ美味しい。でこれ200円で何個取れました？1234567891011個。お得でございます。さすがにスーパーより安い。確かに。いや早いっすね。いや今日うまかったね。今日うまいね、うん、はい、ということで早くもなんか袋パンパンですね。どうですか次なんかこれがいいとか。まあ、そうね、何がいいかね。チラウトする？チラウトじゃ一回、まあ、これは運ゲーなんで運試しやってもらいましょうか。はい、ジーニング続きでね。そうですね、まあ、これね、これもどことかあるんですか？あ、どこでもいいっす。これもどこでもどこでも多分いい。これね、某コッシーさんがあのアホ沼りしてました。そうですね、ストックしますね、彼は。おや、あー、まあ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 、もう1回ぐらいやってみますか。1回目はね、ちょっとね、距離感がね、先生、1回目はね、必ず距離感間違えちゃうんですよね。多分でも、多分奥の方がなんかいいっぽい気がする。一番奥、うん、うん、一番奥か、まあそうだ、あの奥どっちかがいい気がする。たゆむから、あ、でも、いやいやいや、でも惜しい。ある？ワンチャン？ワンチャンだ。もう一回向けてくれ。どうぞどうぞ。もう、ちょっと揺れによっては今ねワンチャンあったね。うん、全然したね。もう100円いきますか。やってもいいんですよ、全然。もう好きに今日は。いる？もう全然あったら飲みます。あの家でシェアしたいんで。僕ね、でもフックの向きまで俺あんま気にしたことなかった。もう。うん。いつも配信中とかもとりあえず適当に出たファミレス風の音。ファミレス風じゃなくてファミマじゃね？え、それさ、これシャケ君も言ったんだけど、ファミレスじゃないこれ。あー。って感じですけど、どうしますか。あと1回、あと1回。どうぞ。ちょっとね、下手くそでしたね。間に落ちますね。あー、惜しい。フック向きが向こう側に行けばね。残念です。はい、ということで、まあまあまあ、いくらですか。500円ですか。うん、多分そんな。まあまあまあ、じゃあ次行きましょうか。次。ちょっと個人的に僕欲しいんで、これやってもらっていいですか。これに関しては、はい、まあ、薄いんで左で、左を寄せて真ん中らへんか奥、結構多分ねじれるから。本当だ、めっちゃ。まあ、でもとりあえず、はいはいはい、うん、ああ、そしたらでも右アーム寄せでもいいかもな。次奥でバー手前でも大丈夫。はい、あ、あっ。あ、目つぶし。目つぶし。ああ、どうですか、やりすぎですか。いや、いいじゃないですか。うまい。うまいな。ああ、立ちましたね。あ、いいですよ。いや、あー、でも当たっちゃうかな。当たっちゃいそう。ギリ。あ、入った。入った。オッケーオッケーオッケー。ノープンです。ノープンです、ね。ノープンでした。じゃあ、あ、いいんじゃないですか。あ、オッケーオッケーオッケー。ではまあ、でもチョンで横にか、はい、手前を奥に振るか、まあ2択っすね。どうですか。はいはいはい、いや、いいと思いますよ。あ、バーまたぎですけど、バーまたいじゃったけど、いや、でも、あ、まあまあまあ、結果的には。おっ、あ、あっ、まあ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 、あ、でも、いやいやいや、オッケーオッケー、これはこれチャンスなんで、はい、大丈夫です。大丈夫。そしたら今度右寄せで、あの箱の側面あるじゃん、こっちに見えてる、あそこを沿わすような感じで手前に入れてあげる。あー、あー、あー、これ大丈夫じゃね。いい、いい、いい、もうチョークでもいいかもしれないけど、あー、やばい、これになるとなかなか難しいんですよね、こっから。やった、やったかもしれない。大丈夫、見せどころ前半で終わった説ある。終わった説ある感じ。まあまあまあ、しんど。そしたらこれは右寄せでもバー内側手前です。思考停止してる。バレた。要するに角度をつけたいんですよ。あ、そうそう、隙間をね。そうそうそう。ああ、下がったね。なんだろう、さっきなんか止まっちゃってた。あ、でも、あ、いいんじゃない、いいんじゃない。お、あ、でもやれる、うん、やれるやれる。今多分手前にもこうズリズリ上げちゃって、うん、そのまま落とすみたいな。はい、でもね、まだ言うて1000円ちょっと
今ので1400面目。あ、これ1400面目ね、うん、でもまあまあまあ優秀じゃない。ちょっともう一回言ってもらって。あ、優秀じゃないですか。あ、そこじゃないです。あ、そこじゃないですか。どこ狙う。今と同じぐらいなんで、ちょっと奥側持ちたいんで、まあ、バー内側、真ん中、ちょい奥目。毎回思うけどさ、これなんか、うん、家系ラーメンの注文みたいな。固め、濃いめ、油多めみたいな、はい、あ、そうそうそう、おら、うぃー、1400円。はい。おー、でもまあ優秀じゃないですか。ちょっとね、一回目つぶしした後、残ってますね。まあ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 、大丈夫ですよ、ありがとうございます。はい。じゃあこれはいただいていいですか。どうぞ。やったー。じゃあ、はい、朝マンゴーやってきます。お願いします。フレンゲリオンがちょっとね、実力を発揮できたらいいなっていう感じで行くんですけど、はい、まずはバラキを狙っていく感じですか。そうですね、まずはバラキを狙っていきますね。あ、でもまあ結構引っ張る感じ、結構パワーはありそう、うん、なかなかにね、バラキする気もするんだけどな、うん、おお、来た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 。おー、まあ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 、でもまあまあまあいい感じになった。そういうとこだよ。そういうとこっすね。はいはいはい、はい、これでいったでしょ。ということで、じゃあちょっと手前に乗せちゃおうかななんて思っちゃったり、思っちゃったり、いいんじゃないですか。やばい、なんかなんか違う気がする。知らない動きしたね。知らない動きした。こいつ、うちらより知らないやつで。困ったよ。あれ、これでこれで。あ、あ、いい。これいい、これいい。それっすよ。ですよね。あ、うん、待って。どういうこと？大丈夫？すごい尺になっちゃう。すごい尺になっちゃって、もうね、今から編集が怖い。編集がもう。編集に怯えてますよ、今、私は。PC がフリーズしちゃう。PC がフリーズしちゃう。あ、危ねー。はい、ということで、朝マンゴー。ちょっと1000円くらいかかっちゃったかな。まあ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 、でもね、取れたんで、すごい重い、これ。はい、ということで、はい、家庭に嬉しいシリーズ、持ってきなさん、これ。カップ味噌汁。はい。結構ね、カレーとかね、いっぱい僕持って帰ってますけど。いや、本当に今もうルーの山がすごくてですね。1年分のルーあるんじゃないかっていうぐらい、ありますけど。今回、味噌汁。はい。やってみましょう。お願いします。はい、じゃあ、まあ、これは縦はめかな、だから多分手前じゃないかな。全然大丈夫です。大丈夫。うん、ワンちゃんバランスキャッチとかも狙えそうな気もするけど。これはめっちゃ簡単や、これは。全種いただいて。そうですね。これであのスーパーに行く手間が省けましたね。本当に置く場所ないね。持ってきなさん、あのスーパー説今クレーンゲーマーで出てるから。あそこ実はスーパーなんじゃねえか。生鮮食品だけで生鮮食品。そうですね、生鮮食品ちょっとあの隣のスーパーで買っていただいて、ね、これもねバー手前でいいと思います。真ん中寄せてもいいです。うん、真ん中でいいと思う。どうしよう。でも、あ、奥、小切りバー手前。多分ダンボールってなんか材質的にこう反動するから、パポン、ね、それでどうでしょうか。はいはい、はや、カップ料亭の味、ほうれん草カップ味噌汁ですね。いくらでした。300円かな。300円お得じゃないですか、これ。6個入りですから。300円ってことないよ。300円だと思う。まあ、ちょっと編集で、後であのテロップピョンピョンで出してきます。すぐ嘘ついちゃう。はい、ということで、本日はヨメンゲリオンさん、まあ、ほぼほぼね8割ぐらいヨメンゲリオンさんプレイして1万円使ったかな。このぐらいゲットできました。ということでフィギュアが、まあ、ちょっとね1個、あのごめんなさい、僕が取っちゃったやつもあるんですけど、ほぼほぼどうでしたか、うん、プレイして。プレイやすかったですか。楽しかったね。割とあの、まあ、ものによる。ものによる、まあ、そうだね、ものにはよるんですけど、うん、まあ、でも私で取れるものいっぱいあったから。そうですね、ほぼほぼクレーンゲームやらない29歳ままでも、はい、取れると、はい、いうことになっておりますので、ね、ぜひ皆さん千葉鑑定団さん遊びに来てもらえればと思います。はい、はい、ということで本日の動画は以上になります。ありがとうございました。バイバーイ。